こんにちは、山田真希です。私の周りには魅力的な人が非常にたくさんいます。皆共通してコミュニケーション上手です。でもそのコミュニケーション上手の中にもちょっと他の人と違うなと思うことがあるんです。その秘密についてお伝えします。コミュニケーションは最近ではメールや対面様々な方法がありますが、まずは表面的にお伝えします。メールですと、その要件だけではなく、相手を気遣うような一言があったりします。この時期ですと、本格的な夏が到来しました。体に気をつけてくださいねという温かい一言があると、すごく嬉しいなと思います。対面ですと、明るく笑顔で感じよくコミュニケーションを取るというのが一般的に素敵な人だと思いますが、表面的に笑顔を作ったり、感じよくするってことは割と多くの方ができます。でも本当に心に響く人ってちょっと違うんです。何が違うのか。愛があるんです。愛です。今こういう風にやるのが多いかな。愛ですね。この違いがすごく大きいと思うんです。仕事でコミュニケーションを取るって絶対に必要だと思います。当たり前のことをお願いすることってありますよね。もう相手のその業務だから、この書類お願いねという風にコミュニケーションを取るってこともあると思います。ここで愛情をしっかり込めて相手にコミュニケーションを取ります。本当に愛情を込めると、これお願いね。声のトーンも変わるし、表情だけでなく目をしっかり見て、相手に大好きだよというような気持ちを込めた目でお伝えすることができます。だからもう相手もズキュンと来てしまうんですよね。で、物に対してもそうです。物をこういったものをただ置くだけではなく、愛情を込めて置くと音がしないように置けたりするんです。こんなものにも愛情って思うかもしれませんが、これもコミュニケーションの一つだと思うんですよ。その人の動き一つ一つに愛情があるかってすごく大事だと思うんです。こういうものを丁寧にしっかり愛情をかけておくと、両手で置いたりしますし、静かに置きますよね。そんな風に一つ一つのコミュニケーション、動きなどに愛情を込める人が本当に素敵な人だと思います。普段の行動を愛を込めて行ってみてください。そうすると周りの反応も違ってきますし、自分が愛情をかけるもの、もう周りのもの全てに、慈しみを持ったりするようになります。そうすると自分も満たされてくるんですよね。だから素敵な人ってもっともっと循環して、どんどんグレードアップしていけるんだなと思います。私も周りにいるそういう愛のあるコミュニケーションができる人をお手本に、これからも頑張っていこうと思います。ぜひやってみてください。